第103回全国高校野球選手権、和歌山大会準々決勝智弁和歌山 3X に初芝橋イコール延長13回対イコール23日、和歌山市、君井寺。智弁和歌山が延長13回タイブレークの末に初芝橋本を破り、準決勝に進出。8回裏から三塁に入った小畑虎之介、1年がサヨナラ儀比を放った。今春入学したばかりの身長168センチの1年生が名門を救った。智弁和歌山にとって初となる夏の和歌山大会でのタイブレーク戦。延長13回一死に三塁で打席に立った小畑は、何でもいいから絶対に点を取ろうと気持ちの乗った打球を右に打ち上げた。値千金のサヨナラ儀比に絶対に勝って甲子園に行くことが目標だった。1年で出させてもらっている中で打てて本当に嬉しい。苦しみながら4大会連続の4強進出だ。初回に守備の乱れから失点。6、7回に1点ずつ奪って逆転したが、9回に連打と冒頭から土壇場で追いつかれた。中谷仁監督は、本当に苦しい試合だった。最後に1年生の小畑がよく外野まで運んでくれたと、ねぎらった。春からベンチ入りを果たし、この日は2安打を放つなど、存在感を高めている小畑。和歌山市出身で、中学時代は、広島の林光太らを輩出した、紀州ボーイズでプレー。2年時に遊撃手としてタイガースカップ準優勝。小さい頃から和歌山といえば、智弁和歌山という憧れがあったと入学した。名前の虎之介の虎は、両親が阪神ファンであることが由来。好きな選手は、自身と同じ左打ちで堅実な守備も持ち味の、前阪神の鳥谷敬、現ロッテ。中谷監督が元阪神捕手というのも起源か。25日の準決勝は和歌山東と対戦する。出場はプレッシャーもあるが、3年生とやれる喜びが大きいという1年生が虎視眈々とチャンスを狙い、大会4連覇に貢献する。